皆さんこんにちは、メディアリーコの梅田です。今回はリアル英会話というアプリを使って英語脳を作る方法についてお話ししていきます。英語力が低すぎて言いたいことが言えない、英語一生懸命勉強したのに使い物にならない、下手な英語でしか話せない、こんな悩みを抱えている方にとってはとっても有益な情報をお話ししていきますので、ぜひ最後までご覧ください。今言ったような悩みを抱えている状態が続くと、なんで自分は英語できないんだろうとか、英語ができない自分に苛立ったりがっかりしてしまって、自分に自信をなくした状態になってしまいがちです。ですが英語が苦手かどうかというのは、向いていないとか才能がないとかそういう問題ではないので、自分を責めたり自己嫌悪を感じたりする必要は全くありません。じゃあどうしてうまくいかないの？というと、実はそれはやり方が分かっていないっていうだけなんです。世の中には英会話教室や英会話本や、そしてこういった YouTube など参加しているだけで英語力が上がりそうと思わせてくれるようなコンテンツがたくさんありますよね。今日ご紹介するアプリもそのようなコンテンツのうちの一つです。これは本当に素晴らしいアプリなんですが、どんなに素晴らしいアプリだったとしても、ダウンロードするだけで英語が話せるようになるアプリは存在しないですよね。このアプリをどういう風に使っていくかというところが一番大事なところになります。同じように英会話教室に通ったり英会話本を買って読んだりしているだけではなかなか英語力は伸びていきませんし、自分の頭で考えて英語を話すということができなくなってしまいます。私が教えさせていただいているコーチング生の中にも、やる気はあるのに勉強法が迷子という状態で来られる方がとても多いです。そして過去には私自身も迷子の状態になってしまっていた時もありました。でもこのアプリを使って今からお話しする勉強法で勉強していたことによって、その勉強法迷子の状態から抜け出して英語を自分の頭で組み立てて話すことができるようになりました。最終的には英検1級に一発で合格できるぐらいの英語力を身につけました。今日はその私自身の経験から、皆さんが自分が言いたいことを英語で言えるようになるために効果抜群のトレーニング法についてお話ししていきます。ぜひこの動画を見て勉強法を実践して英語が話せる自分になり、あなたのやりたいことを叶えていってください。必ず最後まで見てくださいね。それではスタートします。本題に入る前に一つだけ誤解を解いておきたいんですが、ひょっとして皆さんはネイティブらしく話すためには長期留学の経験があったり帰国子女だったりしないと無理なんじゃないかと思っていませんか？実は英語を話せるようになるためには必ずしも豊富な海外経験というのは必要ありません。日本にいてもいなくても大事なのは質のいいアウトプットをたくさんしていくことです。そしてアウトプットの練習は一人でも行うことができます。そのトレーニングを行うために使えるのがこのリアル英会話というアプリです。私が10年ぐらい前に買った時には500円程度だったんですが、今の販売額は980円です。でもアプリ自体すごく充実されているので正直安いと思います。このアプリの特徴は、日本人が日常的に使うような思わず言いたくなるようなフレーズが3000件以上収録されているということで、しかも半年に1回ほど更新されていて、フレーズの数はどんどんと増え続けています。機能もいろいろと追加されているんですが、基本的にはフレーズの英語、フレーズの和訳、そして会話例、音声とフレーズの解説というシンプルな構成になっています。このフレーズのいいところは、とにかく載っているフレーズがリアルなことです。例えば、大したことない、忘れるところだった、どうぞくつろいでください、こういったフレーズ英語ですっと出てきますか？なかなか難しいですよね。これどうやって言うんだろうとか、あ、こんなこと英語で言ってみたいな、そんな風に思えるようなフレーズがこのアプリにはたくさん収録されています。英会話フレーズ集といったものの類の中には、実際は使わないようなシチュエーションだったり、日本語が直訳調だったりするものもあるんですが、このアプリはそうしたところがなくて、そのリアルさがとってもいいんですよね。ただこれを見ている皆さんの中には、フレーズ集は持ってるけど結局話せるようにはならなかった、このアプリは持ってるけど話せるようにはならなかった、そんな人もいるかもしれません。どんな教材でもそうなのですが、大事なのは使い方です。この次のところで使い方について詳しくお話ししていきますので、しっかりとマスターするようにしてください。まずは学習するフレーズを選びます。リアル英会話には挨拶とか食べる時とか、シチュエーション別にフレーズがカテゴリ分けされているので、自分が学びたいと思うシチュエーションから選んでいただければ OK です。迷ったらこの作者のテリーさんという方がおすすめしているテリーのトップフレーズというところからやっていくのがおすすめです。具体的なトレーニング方法は次の3ステップで行っていきましょう。1、フレーズを分解理解する。2、イメージ音読をする。3、英文を暗唱する。一つずつ解説していきます。まずはフレーズを分解理解する。ここが一番英語脳を作るために必要な工程です。分解理解というのはどうやってやるのかというと、その文やフレーズを
単語ごとに分解していって文法の型に当てはめて理解していくという工程です。例えば頑張りすぎないでね、 Don't push yourself too hard というフレーズがあったとします。その時に、あ、頑張りすぎないでねって英語では Don't push yourself too hard って言うんだ、ふーんっていうだけで終わらせてしまってはいけません。まず Don't は否定の命令文、push は押すという意味、 yourself はあなた自身、 too hard はまあやりすぎるというように単語ごとに分解していきます。そうするとこの文は直訳するとあなた自身を押しすぎないでねという意味だなということがわかります。こんな風にフレーズを分解して最終的に日本語では頑張りすぎないでねという表現は英語ではあなた自身を押しすぎちゃダメだよという風に言うんだなという風に納得することが大事です。なぜこれが必要なのかというと、これを理解すれば応用が効くようになるからです。例えば私頑張りすぎちゃいましたっていう風に言いたいときは、先ほどの構造を理解していれば主語やプッシュの目的語である yourself の部分を変えて I pushed myself too hard とのように言えばいいんだなということがわかりますよね。こうやってフレーズを構造的に理解しておくことが英会話フレーズを丸暗記することから脱却して自分の言葉で話せるようになる第一歩になります。この段階で知らない単語があったらもちろん調べてください。解説もついているんですがそこまで詳しくないので、わからない単語があったらしっかりと辞書で調べるようにしましょう。またこういうふうに分解理解していくためには最低限の文法知識が必要なので、例えばさっきの Don't push yourself の部分が命令文だとピンとこないという人は、まずは中学英文法に戻って知識を固めてからこの練習をするようにしてみてください。続いてはイメージ音読をする。文をしっかり理解したら次のステップは音読です。この時に一番重要なのは感情を込めること。感情を込めるというと皆さんどんなことをイメージしますか？情景をイメージしながら言うとか、例えば怒ってるセリフだったら怒りを込めて言うとか、そんなことを思い浮かべたのではないでしょうか。それももちろん間違いではないのですが、もっと重要なことがあります。それは一語一語が表す意味をイメージしながら音読することです。ちょっと分かりづらいかもしれないので説明していきます。例えば先ほどのフレーズ Don't push yourself too hard だったら、まず一語目の Don't で否定の命令文のやめてというニュアンス、そして次の push yourself は押しているというイメージ、最後の too hard はやりすぎているというイメージ、それがそれぞれの単語の塊のイメージです。これを連続的にイメージしながら声に出すようにしましょう。やめて押すのはあなた自身をやりすぎて、英語はこういう語順で話しているんですよね。英語で話すときはイメージもこの順番で思い浮かべていく必要があります。イメージしながら一緒に音読していきましょう。 Don't push yourself too hard. Don't push yourself too hard.いかがでしょうか。単語ごとにイメージを込めるというのはすごく重要なのでやってみてください。また感情を込めて音読する際にはネイティブがどういうふうに感情を乗せているかというところを注意深く観察して真似することが重要です。元の音声をよく聞いてどの単語を発音するときにどういうふうに気持ちを込めているのかというところを聞き取って真似してみてください。気持ちの込め方なんて音声聞くだけでわかるの？と思われるかもしれません。これにはコツがあります。それは強弱を意識すること。英語は強弱で気持ちを伝える言葉なので、強調したいことは強く、どうでもいいところは弱く言うんです。例えば私は梅田ですという文を私というところを強調して言うためには日本語ではどう言いますか？私が梅田ですっていう風に助詞を変化させて言いますよね。では私は梅田です、英語にすると I'm 梅田ですが、私が梅田ですっていう風に言いたいときはどのように言うでしょうか？それは I am 梅田というように私I の部分を強く言うんですね。リアル英会話は音声もとってもリアルなので、この強弱の部分も綺麗に再現されています。ですので、音声を聞けばどの部分を強く言えばいいのかっていうのがわかります。例えば、Don't push yourself too hard だったら、やりすぎないでよっていうことが伝えたい部分なので、否定形の Don't の部分と Too hard の部分が強く言われています。Don't push yourself too hard。ちょっと大げさに言うとこういう風に言っています。音読するときにはこの Don't とToo hard の部分を強調することを意識しながら何度も繰り返して読んでください。これらのことに注意してイメージ音読をしっかり行いましょう。目安としては一つのフレーズにつき最低30回は繰り返して読んでください。3、英文を暗唱する。暗唱とは何も見ずに英文を声に出すことです。2の段階で何十回も音読していればもう自然と頭に入ってしまっていると思いますので、この工程はさらっと知識をおさらいするだけで大丈夫です。英文を暗唱するときにはこのアプリの機能である英語表示
という機能を使いましょう。この機能を押すと英語がすべて隠されて日本語だけが見える状態になります。このモードで英文が言えるかというのを確認してみてください。もちろん強く読むところと弱く読むところを意識する、一語一語の意味をイメージしながら声に出すということは意識をしてくださいね。1から3までを一通り学習したら、あとは毎日音読を繰り返し行って勉強したフレーズを定着させてください。プラス昨日覚えたフレーズの暗唱をするといったペースで学習していくことがおすすめです。1日10フレーズずつ学んでいけば1ヶ月で300フレーズマスターすることができます。今言ったやり方を300フレーズ分やり通せば、英語で考えることができる英語脳ができて、かなり応用力も効かせることができるようになっているはずです。英語を話せるようになったという実感を持つことができるようになりますので、ぜひチャレンジしてください。ではまとめの前に一つお知らせがあります。ビーコンイングリッシュコーチングでは、もっと英語ができるようになりたい、英語ができるようになるための情報をもっと知りたいという方のために情報を配信しています。概要欄のリンクを押してぜひお友達登録をしてください。さらに今ならゼロから中学英文法の基礎がわかる中学英語完全制覇の講義スライド、日本語を介さずに英語で言えるようになる英語脳の作り方の講義スライド、さらにタイガー模試で登場した難しい単語だけを集めた TOEIC 難単語リストと特別音声などの豪華な特典を無料でプレゼントしています。今後も英語力アップを目指す皆さんをサポートしていきますので、ぜひ今のうちに登録をして学習に役立ててください。いかがでしたか？すぐに学習をスタートさせられるようにまとめをお話ししていきます。明日から使いたくなる英語フレーズが詰まっているリアル英会話で、英語脳を鍛えるためのトレーニングは次の3ステップで行います。1フレーズ分解をする、2イメージ音読をする、3英文を暗唱する。1のフレーズを分解理解するでは、単語の意味や文構造に沿ってフレーズを分解して理解していきます。これをすることによってフレーズの丸暗記から脱却して英語脳を鍛えることができるようになります。2イメージ音読をするでは、先ほど分解した単語一語一語の意味をイメージしながら読むということと、ネイティブの音声の抑揚を真似しながら読むということに注意をしてください。2で最低30回英文を読んだら、次は3暗唱をするできちんとフレーズが頭に入っているかというのを確認してくださいね。この勉強法とってもおすすめなので、ぜひやってみてください。やってみてわからないことがありましたら、こちらの動画のコメント欄か LINE アカウントの方で質問を受け付けていますので、ぜひ遠慮なく聞いてください。今回の動画の内容は以上になります。最後まで見ていただきありがとうございました。メディアビーコンが著者のライオン模試、タイガー模試、そしてウルフ模試も好評発売中ですので、ぜひチェックしてください。他にもこのチャンネルでは英語力アップに直結する学習のやり方をできるだけ具体的に分かりやすく配信しています。これからもそういった情報を見逃したくないという方は、ぜひ今のうちにチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。